ってんじゃねえやこれ。ダメだよ、取るだけいけねえんだよ。何よりの証拠でしょ。本気出すか。今日俺がこれ脱いだ時はまあ本気でよ。あ、これもう本気モードです。スーパーサイヤ人1点ぐらい。7000ね。スーパーサイヤ人7000ね。原型とどめてないだろう。5分待ちましょう。はい。いいんだよ、俺がこんな生活を強いられているんだ。辛いの食えたらいいよ。いいことないでしょ。なんか得することはないんじゃない、うん、別に、うん、嘘。でもなんかうまくない、辛いの入れた方がうまいって。だからみんなが辛いの食べ行くときにちょっと食べれないなっていう寂しさがあるだけで、別にそれやなんもない。行かなきゃいいもんね、うん。うん、じゃあこれ何の生活。自分いじめてるだけ。これは YouTuber のための生活。間違いない。共演とかめっちゃ辛いのめっちゃ押してくるじゃん。うん、意味ないんだよ。うん、うん、意味ない。あいつが好きってことはもう意味ないってこと。あいつが自慢してること全否定じゃん。いらないもう、そもそもこれいらないのよ、俺。存在がいらないの。うん、食べたくないから。嫌いなもん3日間食うっていうのやっぱきついもんね。きつい。腹下すとかないの？腹は下してないの。強いじゃん。普段は下してるけどね。普段腹気づかないのかもしれない。ああ、普段から弱いからね。そうそう、もうとうとうこいつあれだよ、してる時にゲンガーっていう合言葉ができたから。どういうこと？ゲンガーのスタンプ送ったらで送れるっていう意味だよ。そう、あー、そうだね。そういうことね。だから俺電話帳もゲンガーに変えた。辛いね、ワイプレス。世界代表級の猫舌を持っている。あー、そっちは辛いな。猫舌か。で俺ら BC で大阪行ったじゃん、うん、あの時たこ焼きにめっちゃ苦戦したもんな、熱すぎて。熱かったもん、マジで。熱いって余計辛く感じるとかあんのかな。いや、あんじゃない。あるあるある、全然あると思う。あるっす、あるっす、あるっす。あるっす、あるっす、あるっす、すっごい、今すごかったね。だから体目の前にしてるから今恐怖心がすごい。ちょっと温度チェックいいですか。はい、よし、汁だけ。ただ軽い。あはははは、辛そうだよ。だって、まあ、辛さ和らぐもん何も入れてないもん。チェックしなきゃよかったよ。いらなかった。普通に恐怖心がちょっと増えただけ。あやべぇ。幕開けた。これも準備しといた方がいいんじゃない。一気に幕開けた。そうだね。まあこれやばい時にちょっと休憩させてもらいます。なんか結構熱さがでかいのかもね、やっぱり。熱さもあるでしょ。熱さって辛さ倍増させるものなんですね。検証ですこれは。でも辛い。辛い。1分経過。早い。3分って早いぞ。無理だろ。やば。無理でしょ。麺も食べきらないでしょ。だからその間が一番辛いで。これがダメだ。なるほど。やばい、もう2分になっちゃうよ。いや無理だろこれは。3分が無理だ。これ3分で大気とかでもいけないんじゃない。いや余裕余裕。その休憩の間がなかったら多分3分いけるよ。だって俺あれだよ、2分。まあその辛さぐらいだったら多分いけるわ、余裕で。うん。ああやばい、チーズがないと無理。え、でも結構いったじゃん。あ、もう結構いってるじゃん。でももうあと50秒、40秒、40秒めっちゃあるわ。下に隠れてるから、シールの下に。3分無理だな。ルール変えましょうや。ダメです。10、9、8、7、6、5、4、3、ずーっともう会釈しなきゃいけないね。1、タイムアーッ。ダメだったわ。最初の行きない人のやつ。ダメだったわ。あれ食べ結構残ってるわだ。いや3分の2ぐらいはいったね、麺はね。麺は麺はチーズに頼りすぎてた。やっぱチーズだけんだ。3日目でも慣れないかもね。これはそういうフラグね、これ。うん、フラグ。フラグ慣れてる。うるっすわって食い切っちゃうからすぐ超早い、多分。わかんないけど、辛いの見てるのかわかんないけど、たつきまで汗かいてきてる。めっちゃ汗かいてる。俺一番興奮してる。マジ？一番興奮してる。え、たつき？マジ？俺ね、辛いのダメなんよ。え、どういうこと？見るの？そう、見てんのもダメなの。あー、え、たつきも辛いの苦手なの？俺なんか今、辛くなってる、口。マジ？拷問。拷問。拷問よ、この生活。いやいや、でもやるしかないんで。関さん、でもこれ食わないでいけたね。
そこまで。うん。やっぱ開けてる余裕だな。汁だもん、絶対やばい、うん。あ、そっか、汁か。そこまでたどり着いてないから、まだ。そうじゃん。だ麺で、ふうふうでいかに汁飛ばすかでしょ、麺の。ちょっとでも辛さを抑えるために。いや、その後飲まなきゃいけないから。あ、結局、うん、そっか、半分飲まなきゃいけないんだよ、バカや。舐めてんじゃねえぞ、おめえよ。おめえもやらせんぞ。これ、カップラーメンがまだ3分で食えないんじゃないの。いや、食えんじゃない。普通の辛くないやつだったらいける大工とか。え、余裕でしょ。3分はいける。汁も合わせて。でも大工と比べるのはおかしいよ。違うもん、あいつ。汁なし。汁なしだったら普通に多分俺1分で食えるよ。えあいつ多分3つかみぐらいになくなる、うん、マジで、本当にリアルに1つかみクソでかいじゃん、うん、もう無理だもう弱気になりすぎだってもう折り返ししたな。頑張ってよ。うわ、汁きつっそ。あー、ダメだ。本当にダメだ。必要になってくる。汁がダメなんだね。汁無理だ。ちゃんと SOS の顔してた。マジでダメな人だね。やばい。あ、全然違うわ。野菜スティック食べてる正義、可愛くない。可愛い。俺の休憩が。あ、すげえ甘い。あ、甘い。野菜がめっちゃ甘く。マジで。すげえ。いけんじゃん、それ。これ。フルーツの味するよ。もし味覚飛んでる。味覚が辛すぎて。ああ、そういうことね。うん。うん、これ。マジで。え、これ。牡蠣の味がする。牡蠣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 。めっちゃ甘いね。もう。あ、味覚飛んだな、完全に。どうした？やばい、謎の現象起きてるよ。人参とか美味しいんじゃない？人参。人参とか俺普段食えないけど。人参甘いからね。うん。じゃあまずは。ちょっと辛さで味覚飛ばしますか。はい。そういうもう新しい食い方です。野菜を本当に美味しく食べる。新しい企画みたいな。逆ね。うん、やばい辛い。やばい。やばい。ちゃんとやで、この後の人参。何これ。あ、それ人参はダメだった。人参はダメだった。人参の、まあ、まあ、なんかわかんない。なにこれ、なにこれって感じ。味がもうない。味ない。味ない。味ねえんだ。あ、甘いわ。あ、甘いわ。ほら、こうやってね、あんま好きじゃない人参まで甘く感じるから、ちゃんと、ね、食パンはリンゴですね。リンゴ。人参イコールリンゴ。いや、キャベツですか、これ。え、キャベツ。いや、キャベツ。キャベツ。キャベツは牡蠣です。牡蠣。牡蠣。じゃあ次、キュウリいってみましょう。オッケー。おー。いやいや、企画変わった。全然。キュウリはうまいよ。で、一回ちゃんとまた辛さで、ね、飛ばしますから。やばいやばい。来た。飛んだ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 。辛い辛い。飛んだ。辛い。来た来た来た。おおおおお、スイカ。スイカ。スイカ。スイカだ。キュウリイコールスイカ。スイカだ。なるほど。ガチ？大根が残ってる。あ、そう、大根は、大根は、大根は、やばい。大根なんか。大根は大根だと思うけどな。辛っ。声出なかったよ。ラスト大根ね。ラスト大根。大根はちょっと予想つかないの。大根だもんだって。うん。あ、ちょっと飛んでないです。もう慣れてきてる。え？あ、嘘？マジ？徐々に慣れてきてる。うわ、うわ、うわ、うわ。こう飲むことになって。あんまから感じなくなっちゃってる。ちょっと飛ばせないと。え？あれ飛ばなくなってきた。あれ あれうーわわ、これ検証結果、野菜スティックがあればあれなれるなれる。辛いに、辛い人に感じましたね、野菜スティック。まあちょっときたかな。そっから梨だね、それは。いや、あ、まあ確かに大根でしょ。夫的に梨っぽい、うん、みずみずしいからね。うん、そう、なんか梨だ。うおー、嘘だ。怖い。もう梨って言っても梨の味しかしない。梨？やばい。大根でしょ。やばいこれ。マジ？梨？何が？すっごい梨。何が？もう人間の味覚してないもんだって。もうすごい。すごい。すごいわこれ。自己暗示がすごい。梨だ。おお。だから。新たな発見をしました。どっかに掲載した方がいいよ。辛いの食ったらこれは何で、これは何で。でも色に似てんだね。ああ、まあ似てるよね。買ってるやつ全部そうだね。柿、スイカ、これだけじゃない。あ、これ柿か。これ柿で、リンゴ。あ、全然似てねえよ。バラバラだった。まあもうそうこうしてるうちに。お、でも結構いってるよ。おお、もうないじゃん。もう半分以上飲んじゃう。おお、ほぼ全部飲む。めっちゃいったじゃん。
野菜ステッカーあればなれんじゃね。うん、ねえ